今回の動画はですね、こちらターナーのミリタリーペイント、これをね塗っていきたいと思います。でこれと9月ぐらいですかね、確か9月ぐらいに発売されたんですけど、ちょっと自分もねずっと早く使いたいなと思ってたんですけど、ここで今6色全部ね今回揃えたので、これで今回はちょっと塗っていくんですけど、今回ねなんかこうエイジングだとか、まあ、迷彩とかねそういうのはやらないで、本当に単色ですね、単色で6種類色のね見本みたいな感じで塗っていきたいと思います。もしねこう気になったら、ぜひ参考にしてみてください。それじゃあちょっとねやっていきたいと思います。じゃあまずね色なんですけど、簡単にちょっと紹介しますね。とアーミーグリーンで、ウッドグラウン、チャコールブラックで、サンドイエロー、ネイビーブルーで、ブルイッシュグレイの6色になります。はい、それで塗るものなんですけど、今回はこちら100均で買ってきたプラスチックの箱なんですけど、これをね同じものを6個買ってきてあるので、これにねちょっと分かりやすいかなと思ってこれに塗っていきたいと思います。箱なんですけど、まあ、このまま塗ってもいいんですけど、今回はちょっと、まあ、ミリタリーペイントなのでセリアの鉄板シールですね、これをちょっと一部分だけねこれだけ貼って塗ってみたいと思います。これなら少し、まあ、ミリタリーペイントなんで少しミリタリー感があるものにした方が、まあ、イメージが出やすいかなと思ってこれを、ね、貼って塗ってみたいと思います。はい、こんな感じで6個ね同じものを作ったんですけど、これで、まあ、塗っていくんですけど、下処理ですね、一応ミリタリーペイントは野外でも使えるので、で説明だと野外の金属面ですね、野外で使う場合の金属面はサンドペーパーで目荒らしをして、プライマーですね、ミルクペイントのプライマーだったりとかアイアンペイントのプライマー、これを使ってくださいって書いてあるんですけど、まあ、基本的に野外じゃなくてもプラスチックだったりとか金属の場合はまあプライマーとね、ヤスリがけ、これはね、した方がいいと思います。そうするとまあ密着力が、ね、高まるので木材の場合は多分大丈夫だと思うんですけど、なので今回もプラスチックなのでちょっと下処理をしてからね塗っていきたいと思います。じゃあね、プライマー乾いたので塗っていきたいと思います。それで塗るときはハケでもねまあいいと思うんですけど、やっぱりスポンジがいいですね、スポンジでやった方が質感は出ると思うので、アイアンペイントとかと一緒でねスポンジで塗っていきます。じゃあまずチャコールブラックですね、これからいきたいと思います。こんな感じで今黒を塗ったんですけど、まだねこんな感じで塗ってすぐはこうツヤがねある感じなんですけど、乾けばね多分本来の多分マット系の色になるのかな、多分なると思うので、ちょっとねどんどんもう次塗ってっちゃって、乾いたらね一気に全部紹介していきたいと思います。
はい、塗装がね乾いたので今こんな感じで並べてみたんですけど、やっぱり乾くとしっかりとねこんな感じでマットな感じに仕上がります。じゃあちょっと一つずつちょっと見ていきたいと思います。はい、ということで今回はターナーのミリタリーペイント全色ね単色で塗ってみたので、ぜひねこう気になってる方は色のね参考にしてみてください。はい、それで次回の動画なんですけど、まあ単色、今回単色でやったんですけど、単色じゃなくて、まあ、いろいろねエイジングしてみたりとか色重ねてみたりとか、まあ、材料も変えてねちょっといろいろ応用的な塗装をやっていきたいと思うので楽しみにしていてください。それではね、この動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。